われているパーツが多いのでずっしりと重いです。で、個人的にこのボートハウスで感動したのがここが。皆さんこんにちは、ジェイソン・ルグブルだ。ヒューゲーだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴクリエイターリバーサイドハウスボートです。はい、今回の動画はこちらのレゴクリエイターを組み立ててレビューします。はい、箱はこのようになっています。ちなみにこれは去年の8月に神戸のコストコで買いました。買った理由はもうジャケ買いです。はいちなみに僕はレゴクリエイター基本的にジャケ買いなんですけど、これジャケ買いした理由なんだっけな。あ、そうだ、このボートハウスの完成度が高いのと、あとこちらのワニがなんかクオリティが高いから買ったかな。うん、多分そうじゃないと思うけどで、こちらのハウスボード以外に水上飛行機と溶損に組み替えれます。はい、箱の後ろはこのようになってます。では開けます。箱パンパンなので中に入ってるパーツ絶対多いと思います。はい、箱の中にはパーツが入った袋が4つと説明書が1冊です。今回説明書は一体化しています。では袋からパーツを出します。はい、袋からパーツを出しました。予想通りめちゃくちゃパーツ入ってました。はい、今回の動画はこちらのハウスボートを組み立てます。
完成！ハウスボートでーす！お、思ってたより結構大きいです。同じレゴクリエイターのシャトル輸送機組んだんですけど、あれは、まあ思ってたより小さかったんで、まあ多分これも小さいかなって思ってたんですけど、めちゃくちゃ大きいです。あと個人的な話なんですけど、このワニ、めっちゃいいです。はい。はい、まずはミニフィグから紹介します。はい、まずこちらのお兄さんのミニフィグ。全体はこのようになってます。右手には釣り竿を持っています。で、こちらのミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。はい、続いてはこちらの女の子のミニフィグです。全体はこのようになってます。右手にはカメラを持っています。この二人は親子なのか兄弟なのかは説明書には載ってなかったんで、僕はこの二人は親子だと思います。はい、次はこちらのペリカンと青い小さい鳥です。個人的にこのペリカン小さいんですけど、めちゃくちゃ完成度高いです。そしてこちらの青い鳥です。めっちゃざっくりに作られてますね。結構小さいんですけど、よくできています。はい、次はこちらのワニです。なんかレゴクラシックにいそう。はい、全体はこのようになってます。で、こちらのワニは口がこのように稼働します。で、ここに青い鳥を乗せれます。もう完全に食べられちゃいそうですね。これ怖いな。口以外に前足と両足と尻尾がこのように動きます。なんかこうやって折りたたむと合体ロボに見えちゃいます。はい、次はこちらのハウスボートです。全体はこのようになってます。使われているパーツが多いのでずっしりと重いです。では近くで見ましょう。まずこちらが先頭部分です。僕個人的にこのランプが結構好きです。はい、側面はこのようになってて、後ろはこんな感じです。ここに煙突があって、ここが旗で、で、ここがテントになっていて、ここは、なんだろう、ミニキッチンかな？多分ミニキッチンで、ここが釣りをするスペースになってます。で、個人的にこのボートハウスで感動したのが、ここが、はい。このように開きます。いや、これすごいな。僕、設計せずのプレゼンやるときに、ヒンジパーツ結構使ってるんですけど、これはすごい。いや、なんか設計せずのプレゼンを思い出しちゃいますね。はい、船の中はこのようになってます。ここがベッドで、ここが操縦席で、で、これなんだろう、テレビかな？うん、テレビかポスターだと思います。そして、ここにもミニキッチンなのかよくわかんないんですけど、水道とコップがあります。そして、こちらのハウスボートは屋根が外れます。上から見るとこんな感じです。はい、青色の基礎板を用意しましたので、箱のように飾ってみます。はい、こんな感じです。おー、これは雰囲気出ますね。はい、こんな感じで池に落ちてワニに襲われそうになるシーンを再現することができます。おー、このレゴクリエイターめちゃめちゃいいな。ハウスボートの一部がこのように開きますので、中の様子がよくわかります。いや、このレゴクリエイターめちゃくちゃ考えられてますね。はい、レゴクリエイターリバーサイドハウスボートのハウスボートはこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイターリバーサイドハウスボートのハウスボートを組み立ててレビューしてみました。これ発売自体去年のレゴクリエイターなんですけど、完成度が高くてすごくいいと思います。まず個人的に思ったのが、このボートが意外と大きくて、さらにパーツすごい使われているので、そこそこ重たいのと、あと個人的に、このワニが、なんか結構良かった。もしかしたらなんですけど、来年で発売されるレゴクリエイターの生き物枠、ワニになるんじゃないかな、もしかして。いや、ワニ出てほしい。今年の生き物枠が、ファイアードラゴンで、一昨年が深海の生き物だったので、多分次、ワニなんじゃないかな、もしかして。まあ、おそらくなんですけど、ワニじゃないと思うんですけど、陸上の動物が出るんじゃないかなって思います。あと、個人的に、こちらのボートハウスの内部を、ヒンジパーツを使って見れるというのが、すごい良かったです。はい、今回の動画、まだまだ続きます。はい、次の動画では、こちらの水上飛行機に組み替えます。楽しみにお待ちください。はい、以上、ヒラゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画、面白ければ、グッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして、僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ。